プロデューサーの皆様こんばんは、ショーです、ということで今回は、皆さんの、まあ、シンデレラキャラバンに挑まれる方、挑まれるって言い方もおかしいんですけど、まあ今回ねイベントを参加される方に対して、今回目標別で、今回解説というか何をしなきゃいけないのかという解説をしていきたいというふうに思います。はい、多分ここまでがっつりしたやつは初めてかな。まあ内容はほぼほぼ一緒なんですけど、いつもと。ただ、全部まとめてお話ししたいと思います。そして自分の目標に合ったところから、まあ動画の方を見ていただければ、そこまでスキップしていただければ、大丈夫でございます。ということで、まず3つですね。多分、大まかに言ったら多分3つ皆さん目標が、ございますと。分かれる目標が。まず3つなんですけど、まず1つ目いきましょう。まず1つ目はですね、多分おそらく、まあ1枚ずつ取れればいいかなぐらいの方いると思うんですけど、まあその方に向けてまず。で、2つ目。まあその説明は後でします。2つ目は、スターランクを10作ること。まあこれは本当に非常に大事でございます。もう今スターランク何も持ってない方はこちらを目指してください。そしてスターランク10持ってる方は、最終3つ目、スターランク15を作ってくださいというやり方でございます。その説明をちゃんとこの3つともちゃんと説明していきたいと思います。まあ、まず1つ目、先ほど言ったんですが、1枚撮りでございますが、正直これは、もういつも通り、何も変わらず、デレステやっていただければ大丈夫だと思います。普通にライブを、無料、別にわざわざスタ撮りだとか、ドリンク使う必要、スタジュエル使い割ってやる必要はございませんと、1枚ずつであれば大丈夫です。まあ、今回そのね、まあ、今年から入ってからメダル交換システムがついたってことで、まあ、このね、牧野ちゃんと、今回、エマちゃん、もう二人とも簡単に、そのね、メダルでゲットできるので、まあ、1500枚だったら正直そこまでがっつり頑張る必要はないかなと思うので、1枚ずつであれば、正直メダル、ドロップしなかったとしても仮にメダルで交換できるので、大丈夫でございます。はい、ということで、一つ目は、そんな感じで、一番簡単ですね。はい。難易度が。で、スターランク10なんですけど、もしスターランク10作るのであれば、ここ、ね、今の下にいるこのね、服部さんね、を、スターランク10にすることを進む。結構、服部さんが落ちますね。はい。で、スターランク10なんですけど、まあ、こちらの方、服部さんを10にしてください。いっぱい落ちます。で、服部さんを落としつつ、服部さんをセンターにして、服部さんのスターランクを少しずつどん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 上げてって、最終的に10までにするみたいな。で、しばらくの間ずっと10のセンターの服部さんにしてください。そこでずっと10でしてください。多分これをやってる頃には多分シンデレラキャラバン終わると思います。本当、期間が。はい。終わってると思います。皆さんね。ですね。で、これが2つ目のね、その、スターランク10にされる方。多分、スターランク10、何も持ってない方は、10持ってない方はこちらを目指してください。持ってる方は、はい、ということで。じゃあ最後の、まあ、スターランク15なんですけど、まあ、15作る方はこのエマちゃんを目指すことが大事です。まあ、石めっちゃ割って、どん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 周回してもいいよってこと人は、まあ、牧野さん大変なんですけど、作ってみるのもいいと思います。ただ、牧野さん、本当に超上級者。向けだと思いますよ。スターランク15作るのは。僕は正直一度も、上の SR は作ろうと思ったことがありますね。このエマさんなんですけど、エマさんの方は比較的落ちやすくなるので、まあ、下の方はね、だいたいいつも落ちやすくなるので、まあ、こちらの方を、まあ、この先ほど言った服部さん、まあ、他のスターランク10でもいいんですが、センターにしていただいて、どん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 、属性、その今日であればパッションの属が、確率上がっているので、どん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 周回して、そのね、回っていけば、まあ、エマさんが、まあ、こちらに関してはスタドリとスタジュエル多少は使わなきゃいけなくなってくる可能性はあります。個人的には。僕は2回とも、スターランク15作るときは、スタドリだけでなんとかなったんですけど、ちょっと今回のシンデレラキャラバン、僕は体感的に、ドロップ率がすごく低いなというふうに、体感的には感じているので、今回はちょっとスタージュエル、など、あとスタートリンクなどを使っていかないとちょっときついんじゃないかなというふうに思っております。あくまでもこれは個人的な意見なのでございます。はい。落ちやすい人もいれば、そうでない人もいると思うので、はい。で、エマさんはそうですね。だから、エマさんの15を作って、エマさんが11枚集まった瞬間、服部さんとエマさんチェンジで、エマさん、スターランク11のエマさんをね、真ん中にして、で、どんどん落ちた瞬間もどん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 食わせながら、どん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 そのね、スターランク上げつつ、最終的に15までにする。ということで、
スターランク15の完成が、されるというふうなことでございます。はい、でその、まあ、ここにはメダル、今このメダル交換ページでもあるんですけど、3枚まで交換できるんで、まあ、エマさん3枚、ここで交換できるんで、実質落とさなきゃいけないエマさんは12枚でございますと。はい、ということで、まあ、全然皆さん頑張ればいけると思うので、はい、全然いけると思うので、頑張ってみるのはいかがでしょうか。今回僕も、まあ一応スターランク15は作らないんですけど、特技上げのために、SR レア、両方、大量に落として頑張っていきたいというふうに思います。はい。まあちょっと架け橋で、お話ししたので、わからないことあれば、ぜひぜひコメント欄の方で、よろしくお願いします。では、以上が今回のシンデレラキャラを目標別で、解説してみたという動画でございました。かなり短くなりましたがね。はい、では、この動画が良かったら、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。プロデューサーさんに素敵なお知らせです。9月3日をもってアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージは1周年を迎えました。これも日頃からプロデュース活動に励んでくださっているプロデューサーさんのおかげです。本当にありがとうございます。プロデューサーさんにはそんな日頃の感謝の気持ちを込めて、ささやかながらプレゼントやサプライズを用意しました。これを糧にさらなるプロデュース活動頑張ってください。そして何よりアイドルたちとの日々を楽しんでくださいね。